変身ブルーメンブラスト。今、どうしますから。メスリオはグレン爆雷神。みんな頑張って。えい、すごい。変身ブルーメンブラスト。俺がいるから安心しな。本気を見せないとな。僕の力を見せる。くらえ。これでとどめだ。くらえ。え、これでどうだ。力が湧いてくる。強さを見せてやる。
でどうだ。ピンチはチャンス。勝利のために。ここから先は倒産。サムス、ブルエイ、悪いな、片付け。お相手するよ。文字の力を味わえ。とどめだ。今日の探検、おお、おお、今日の探検は必ず、今日の探検は必ず、おお、すん、今夜は思う存分な、今日の探検は必ず大きな収穫があるって直感するよ。その通りです。たくさんの仲間と。へえ、スーちゃん本当か。まあ占いってのは都合のいい話だけ信じるに限るよな。じゃあこっちの依頼はどうだ。何かわかるか。サラマンダ、10日以内にあなたはハルジ。そこまでわかるとはついてるな。まずはハルジオンを探すか。一体どうしたんだ。さっき砂浜で変な動物に襲われました。これ以上放っておいたら私は大損害を受けてしまいます。あの動物を追い払ってくれませんか。報酬としてこの魔法の卵をプレゼントします。みんな頑張って。すごい。
ション上がってきた。よし、行くよ。見つけた。えい、やばいね。無駄打ちはしない。駅員に変装して待ち伏せるとするか。さて、獲物は来るかね。ずっと待ってたら眠くなってきたぞ。まだ来ねえのか。お、あの桜色の髪のやつ、青い猫を連れてるな。あいつがサラマンダーなのか。どうかした？そうかい。だったら楽に済みそうだな。おとなしく捕まれ。くらえ！カリウス！暴行！駅員に変装するためにスキルアップできる服を脱いだんだよ。一応確認しておくぞ。お前はサラマンダ。夏は乗り物に乗ると。あの乗り物酔いが本当。占いに出たサラマンダーと依頼にあるサラマンダーは別人ってことなのか。ま、サラマンダーのことは魔法屋の店主にでも聞け。俺は魚のことしか知らねえよ。本当はおいくらかしら。素敵な。それは千ジュエルしか負けたく。この町にサラマンダー様が来てるんですって。サラマンダー様よ、早く行こう。 あの店じゃ買えない火の魔法を操るっていう。この町にいるの？なんだこりゃ。どうなってんだ。イグニール誰だお前。サラマンダー。ちょっとあんた失礼じゃない。サラマンダー様はすっごい魔導士なのよ。謝りなさいよ。テンション上がってきた。カリウの暴行。無駄打ちはしない。俺はフェアリーテイルの魔導士。まあまあ、君たちの熱い歓迎には感謝するけど、僕はこの先の港に用があるんだ。さっきはありがとね。お礼にお昼一緒にどう？あのサラマンダ。なるほど。てっきりイグニールかと思ったのにな。サラマンダーって見た目じゃなかったんだね。見た目がサラマンダーってどっ。あ、人間じゃねえよ。イグニールは本物のドラゴンだ。そんなの街の中にいるはずがないでしょ。私はそろそろ行くけど、ゆっくり食べなよね。ごちそうさまでした。わあ、やめて、恥ずかしいから。
ーティーとかは興味ねえが、場所が船とは興味深い。さすがサラマンダーさん。あいつらを全員売れば、もう。その話もう少し聞かせてもらおうか。無駄な抵抗はするんじゃねえぞ。開始か。この人数は俺だけじゃ助けられないな。夏に力を貸してもらおうか。ようやく見つけたぜ夏。あいつだ。俺たちの秘密を知られたら大変だ。逃がすな。無駄打ちはしない。どうなってんだこいつら。それとあのサラマンダーって野郎、フェアリーテールの魔導士だと。あいつが。ま、動いてくれたならよしとするか。俺も自力で船に乗らないとな。先輩、そんなに慌ててどうしたんだ。あのパーティーなら参加できるのは女性だけだよ。ここに女性に変身できる薬がある。飲めば変身。どういたしまして。魔法教室に戻ったら先生によろしく伝えてくれ。ダメだ、やっぱ無理。ルーシー、何して騙されたのよ。フェアリーテールに入れてくれるって。細かい話は後回しっぽいね。逃げよう。しまった、この弱点があったな。こいつら俺に任せろ。小僧、人の船に勝手に乗ってきちゃいかんだろう。ああ、この
フェアリーテールに入りてんだろ。うん、君も気をつけてね。心配するな、この程度なら大丈夫さ。じゃあな。